よし、青ポンポンさん、ビーナーありがとうございます。こんばんは。よいしょ。ファーストグラウンド開放でキャッチボールしたら筋肉痛やばい。あら、本気で一生懸命やったのかな。リアタマさん、いいな、ありがとうございます。こんばんは。2日間お話し会ありがとうございました。ようちゃんも初見、初見です。話し会ありがとうございました。今日はコスプレデーということで、スターマンにもなっちゃいました。なっちゃったよって感じですね。動画を、2秒の動画を SNS に載せてるので、ぜひ。ピョコンって耳をピョコンってさせるやつです。フルマラソン4時間47分、お疲れ様でした。感想おめでとう。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。予約初オンライン行けて嬉しかったわ。初の方も何人かいらっしゃって嬉しかったです。私も深く話できなかった。私もなんかめっちゃ噛んだ今日。今日めっちゃ噛んだ気がする。新しくしょこちゃん50連すごい。しょこ押してもいいですか。もちろん押してください。50連はすごい。なんかコスプレであれを、あのスターマンを31日にやろうって思ってたんだけど、なんかコスプレなんかなんて言うんだろうねって話してて、なんかむずかった。なんかそのパジャマもコスプレですか。なんかなんて言うんだろうね。そうで、パジャマもコスプレって書いてあったかな、なんかで、そう、あ、じゃあコスプレデーにしようってなったんだけど。チョコめっちゃタイプありがとうございます。リーさん、ビギナー。そう、なんかね、なんかコスプレっていうか難かったけど、なんて言えばいいか分かんなかったからコスプレデーにしちゃった。またこういう日ができたら楽しいね。いや、コスプレだと思ってたのにコスプレじゃないじゃんって思う方もいるかなって思いつつ、あれをしたかった人。そう、なんか SNS にはあげたけどね、載せてなかった。あの、お話し会ではやってなかったからやろうって思って。ゴブはパンダになりました。
そう、なんか4部だなと思って、ちょうどデーゲームだったから4部がいいなって思って4部にやりました。スターマンは話し会始めました、応募してみようかな、ぜひぜひ。4月とかかな、受付あると思うので、はい、ぜひすぐ会えます待ってます。オンラインオンラインじゃなくても対面とかツーショットとか、もうちょっと受付あるんじゃないかなって思ってるのでぜひ応募お待ちしております。だいたい落選が出始めて3から5回ぐらいは受付やってる気がする、対面とかツーショットとか。話し会自分からうまく話せなくても大丈夫ですか？大丈夫です、私が話しかけます。でもなんか名前とかになんか話すの苦手とか、なんかこう話しかけてほしいとか、そういうのを書いてもらえたら嬉しいですね。うん、です。翔さんかけるぞ、そして当たったよって方は支払いを忘れずに支払い漏れだとかが追加枠というかになってると思うので、はい、そう、毎度違うだけは気になるので会いに来てくださいいっぱい支払い漏れすると応募できて応募当たんなくなるのかな、なんかなると思うので、お母さんビギナー感謝ありがとうございます話してるとこスマホで録画しちゃダメ、ダメです、ダメ、絶対ダメ。何かに残したいって思う方は、まあみんな残したいって思ってるかもしれないけど、ツーショット会は写真として皆さんの携帯に残るので、はい、ぜひそちらに応募していただけたらなと思います。携帯とかが映ってたら、なんていうの、そう、バンされちゃうかもしれない、話してる途中でも見えてたりしたらもうお話できないよってなっちゃうので気をつけてください。心の中にしまっておいてください。もちろんお話ししに来てください、ぜひ待ってますよ。そうだね、記憶力上げといた方がいいかもねしたら忘れないね、脳内でずっと再生してください。4月たくさん申し込みます、お待ちしてます、ありがとうございます。待機中スマホいじってたら注意されたこと、あ、そうなんだ、結構ね厳しかったりすると思うので注意してください。花粉は今日花粉の薬を飲まないで見たんですけど、どうだろううん、だいぶ戻りました、はい、だいぶ戻ってこんな感じです。はい、昨日から呪って呪ってのお話し会の期間になりました
なんていうチャレンジ。なんか、うん、飲まないで見たというよりかは気づいたら飲んでなかった。なんかそのいつも一つのポーチというかに入れて入れてるんだけど、薬をその中のがなくなっちゃって、ああないじゃん、持ってくの忘れたみたいな感じですね。こんな感じで飲んでなかったです今日は。あんまりそうね、あの薬を飲む習慣が自分がないので、一気になんか4つぐらいの薬が増えて、あの朝昼晩と晩だけと朝晩となんかいろんな種類があって、あーどれだーってなってなくなっちゃった、あーみたいな感じですね、はい。だからなんか朝昼晩のやつも飲んでなかったり、なんか朝晩とかになっちゃったりしてたり、なんか食後ってなるとなんか私朝ごはんというよりかブランチになっちゃうので、なんかね昼と夕方で終わっちゃうんだよね。明日から4月だけど何か意気込みある？新社会人の代なので、同級生に負けないくらい頑張ります。今日も明日から新社会人っていう方が多かったり、明日からまた新しいところへっていう方、新生活っていうんですかね、そういうのは、そう多かったので頑張れの気持ちです。一緒に頑張りましょう。リさんビギナーありがとうございます。明日から4月ですよ、やばい、いよいよ春。え、今日なんか最高気温28度らしくて、あのびっくりしました。今日は全然あのこれで外出ました。上着を着なくて大丈夫かと心配になりましたが、なんか家出た時は暑くて、夜は寒かったです。寒いというか、はい、ギリ涼しいぐらいギリでした。半袖でも過ごせたよね。でも絶対帰りが寒いと思って、半袖だと上着を持ってかなきゃいけないから長袖にしようと思ってこれで出ました。桜も満開、満開、桜がそろそろ開花、まあもの場所によるか開花だったり、はい、満開のところもあるのかなと思いますね。初見ですって、ありがとう。暖かい方がいいですよね、わかる。そう、寒暖差が結構難しいところではあります。スターマン見に行った、ショコスターマン、スターマンでした今日は。明日は今日よりも涼しいというか、はい、なのでどうしよう、上着いりますよね、どうしようかなと悩んでおります。いいなぁ、ファミ行ってきたよって、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁいいですね、楽しかったですか？司会は誰でしたか？誰でしょうって問題出てたもんね。ほう、さん How are you? I'm fine! Thank you! 初見ありがとうございます。今日はめっちゃ早く起きたわけでもないのに、帰ってきたら眠くて30分ぐらい寝てました。実はいつも9時ぐらいに配信始めるんだけど、ちょっと眠すぎて
一回寝ました。なんかあったかいと眠くなりますよね。How old are you? I'm 22 years old. Thank you. そう、春だからね。春は曙けですから、ようよう白くなるゆく山際ですね。はい、お願いします。もうヒューストン余裕です。話しかけファミソスなんで来てくれなかった、ちょっと仕事がちょっとお仕事が。誰くんってしこちゃんが年下のか、ちょっともう年下の選手多いです、いっぱいいます。次の話し会、英会話できたら、うん、多分無駄な時間になってしまうので、日本語でぜひ来てください。お願いいたします。日本語の方が優しいなって思います。日本語が喋れないよっていう方だったらね、たまにいらっしゃいますよ、英語の方とか。そういう方はね、全然いいですけど、まあ、いつも日本語なのに、あれどうしたのかなっていうと、ちょっと手固まっときます。フリーズしときますね、お話し会。熊も寝るってさ。だからさ、コンタクト寝ちゃったからさ、目がカピカピなわけですわね。本当に止まったと思った。上手でしょ。ゆるー、おやすみなさい。画面は固まってません。チョコだけが固まりました。今はカラコンではありません。なんかちょうどさ、このリングライトがこう影になってて困る。ストーンって落ちてくるんですよ、でもこのリングライトは危険なので、もうずっと下ろしてます。うん、使えるってるからいいかなみたいな。正直リングライト自体はいらないんだよね。これがこれだけつけれれば、リングライトはつけてないので、電気ずっといいんだけど、影になっちゃう。ここにほら、リングライトの跡がここに。どうしたらいいんだろうね。反対側にしたらいいのかな。ちょっと待って、お辞儀してます。斜め45度でお辞儀してます。ほら、もうここが影すぎて、影すぎて、影すぎて。明日から新しい部署頑張ってください。なんか、なんていうの、そういうのって、新生活、生活じゃないもんね、なんていうの、新旧、なんていうんだろうね。そういう方結構いらっしゃったんだけど、なんていうんですか。有明2週間後ですけど、どんな感じ、まだどんな感じと言われましてもね、新天地、うん、新社会人だと新しく社会人になった方じゃん。でも部署が変わるとかっていうのは、なんていうの、新年度は年度だもんね。なんていうの、新年度でいいの。移動、でも移動だと移動限定だもんね。
難しいね。新天地が一番あれなのかな、いろんな方 に似合うのかな。新天地っていうとなんか新生活も入るし、なんか新社会人の方も入るしっていう感じだね。新天地の方が多いと思うので頑張ってください。なんかさ、ちゃんと4月1日からなんですね。なんかさ、学校とかがさ、クラス、ん？学年とかがさ、4月2日からとかじゃないですか。でもその仕事になると4月1日からちゃんとやるんだね。しかもちょうど月曜日っていうね。目が乾燥しまくり。月曜ファイトだね、ファイト。明日電車、あ、明日から混みそう。あ、でも学生とかはまだだと思うから、まだですよね。4月なんか5とからへんじゃないですか。ひでちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。小学校の先生頑張ってください明日から。ファイト、みゆむさんファイトです。今日も学校の先生になるよって方もいらっしゃって、みんな新しい環境で頑張って、偉いです。お弁当持ってかなきゃ、頑張ってください。早起きだね、今から作る。ファイトです。みんな明日から、いろいろと、私の同級生も明日からなのかな。頑張って、確かに4月1日月曜で慣れない場所で降る、確かに1週間、確かに。なんか水曜からとかだと水木金でまあまた休めるからいいかみたいになるけど、月曜からだからね。頑張ってください。1週間って言ってもまあ人によりよると思いますけど、土日が休みの方は5日間ですから、頑張ってください。5日間、まずは5日間お試しキャンペーン。そんなのんきなこと言ってられないかもしれない方もいると思うけど、頑張ってください。お、有明モチベで、お、嬉しいね。5月病が来ます。あんま5月病私ならないかな、今までの経験的に。みんな周りの人と仲良く頑張りましょう。エコラブも新しいスタッフさんが入るのかな、わかりませんけど、名前を覚えれるように頑張ります。いっぱい入ったらちょっと名前覚えれてないかもしれないけど、はい、頑張ります。どうしよう、同い年が入って、まだ同い年の方いないんだよね。年下が急にズドンってきて。年下も入ってるんだよね、もう入っているいらっしゃるけど、あんまり多分他のチームノイかジョイかにいるのかもしれないけど、うん、でも4年生今日まで大学4年生だった方がいっぱい増えると思うから、わかんないけど頑張ります。
そう、新卒の方学割ちゃんと使ったかな。私の学割はとっくに終わってたな。4年前に終わってた。話し会ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そうですよ、みんないっぱいお話ししに来てくださいね。新しい環境になっても。うわ、いいね。最後の学割使ってきた。うどんのサイズアップ最高。いいね。使えるものは使っていきましょう。初出社みんな頑張れ頑張れ頑張れ。だから予約袋に入ってたコラボカレンダー使う。あ、4月からなんだ。福袋のカレンダー使ってください。ぜひ。カレンダーってもうその年にしか使えないからさ、カレンダーとしては。こちゃん誰とでもすぐ仲良くなれる。コラボは人見知りが多いです。仲良くなりたい気持ちはあります。はい、誰とでも仲良くなりたいという気持ちはありますが、日によってなんか今日は声かけれるなっていう人、今日はなんかかけれないなっていう日があったりします。あはははは。勇気を振り絞る必要がありますね。何話していいのか分かんないし、話すの別に上手じゃないから。MBTI 何ですか？領事違う。指揮官、指揮官です。E、もう忘れました。E なんとか T なんとかです。ENTJ らしいです。はい、指揮官、指揮官。休憩中はずっと部屋にこもってるの。はい、え、うん、まあ時によります。休憩中は部屋にこもってるというか、自分の部屋っていうよりかはみんなの部屋があるんだけど、みんなの部屋に私しかいないから、まあ一人でこもってるみたいになりますけど。どちらかといえば私がこもってるというよりみんながこもってるって感じですかね。はい、みんなそれぞれの部屋に行ってます。今日は6時ぐらいにリサが来た。その前にリサのとこ行ったんだけどいなくて、 LINE でどこって言ってしたら、その 何十分後かに来た。はい、で始まる前かな、4部始まる前はあんちゃんのところに行きましたね。うん、あんちゃんと6階の裏、野球あんちゃんのとこでもテレビついてたから6階の裏だけ見て部屋戻った。
感じ。まあ3連勝してないけど、開幕2勝っていうのがもう何年ぶりみたいな、カード勝ち越し何年ぶりみたいな感じなので、はい、まあ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 始まったばかりなのでね。まず開幕のその3連戦をに勝ちがついたのが2019年ぶりみたいなので、はい、もう一勝できただけでももうもうほらこういう感じでね、こういう感じですね。トンボ玉さんありがとうございます。桜が満開でございます。ありがとう桜、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 トンボ玉さんタワー2個分ありがとうございます。トンボ玉さん桜ありがとうございます。ここにあの桜もありがとうございます。そんな感じです。はい、始まったばっかりなのでね、今年も応援できたらなと思います。ドラフト組そうだね、開幕スタメン若手の選手が結構多かったんじゃないかなと思いますね。おベイスター明日届きます。お届いたら教えてくださいね。桜のサポートはまだしてないですね。ゆっくり読んでください。4月10日中に攻めに行くんだ。おおいいですね。みんななんかベイスターズファンの方もイコラブを知ってくださる方もいらっしゃり、イコラブファンの皆さんもベイスターズを好きになってくださる方がいらっしゃって嬉しいですね。嬉しいです。とても私は嬉しいです。一緒にね共有できることは嬉しく思います。ショコがトリガーだね。勝手に好きでごめんね、私このままでいい。そうですよ、一応2枚で申し込んでください。私はいつも2枚で申し込みます。証拠がどいかだあだよ、君が好きだ。話し会の申し込みまだあります。オンラインはまだありまして、対面とツーショットは多分あるんじゃないかなって感じです。落選は出てますけど、多分支払い漏れの方がいらっしゃると思いますので、もうちょっとあるんじゃないかなと予想しております。対面は、対面じゃない、オンラインはあります。はい、いつでもお待ちしております。待ってます。ありがとうございます。応募してみようかな。ぜひ迷ってるなら応募です。迷ったら応募。よろしくお願いします。推しは推せるときに推せです。
待ってます。はい、ぜひこの日に行くねってお待ちしてます。申し込むか迷ったらもう答えは決まってる。そうだね。画面追加したのそれに伴いオンラインも取りました。ありがとうございます。嬉しい。みんな待ってます。どの部オンラインも対面もツーショットもどの部もお着替えしますので、いろんな滝の木に会いに来てください。どの滝の木に会えるかはお楽しみです。ツーショットってちょっと話せるんですか？ちょっとならちょっと止まって、皆さんが止まって話すということはあんまりできないと思いますが、はい、最後なんかなんとかだよーとか次どこどこ行くよーとかそんぐらいだったらって感じですかね。次有明行くね、待ってるね、ありがとう、バイバーイぐらいな感じ。はい、もう歩きながら去り際にとかですかね。ちょっとなら、まあ、結構ポン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 進んでってって感じなので、そうだね、なんか撮る前に喋ってるともうはい撮ります、3、2、1って言われちゃうから、あの喋ってる瞬間のなんか変な反面とかが撮られちゃう可能性がありますね。はい、なのであんまりお話し会ではないので、じっくりお話ししたいなって思う方はよかったら対面とかオンラインの方に来ていただけるとお話しできるかと思います。感じです。そうだね、いい夢見ろよ、あばよって言ってみんな去り際にぜひ。そうですね、一部はおはようが言えます。あのオンラインは4部5部なのでもうこんばんはの時間なんですけど、対面とかオンラインはおはようの時間なので、はい、ぜひおはよう言いに来てください。おはようの笑顔も当たり前じゃなくなるね、どこにいても変わらないでいて、君のそのボタンを受け取るのはなぜだろう。おはようって言いたいのに可愛いが先で嬉しい、ね、嬉しい限りです。ありがとうございます。私がいたら恋になる。映像館映像フルで見た、ありがとうございます。みんなに届いているみたいでよかったです。髪が短いですよね。なんか髪短かった気がする、こんぐらいだった気がする。髪伸びるの早いですね。友達のまま一緒にいたい。野球選手イコラブの登場曲出たら嬉しいですけどね、うん、それだったら嬉しいです。4月14日武道館ぶりにライブ行きます、待ってます。一緒に楽しみましょう。ファイナルだね。インスタ見てボブショコ見たくなった、あー嬉しい。ボブショコでした。
思いがけぬボブショコです突然の、もう暖かくなってきてるから早くマフラー乗せなきゃ、まだマフラーの写真あるのに、あーマフラー乗せなきゃってなってるバブじゃないよ、ボブって書いてあるんだからね、バブじゃないからね、ボブミだからね、ボブミバブミって書いてないからね、ボブミだから。メイクが薄いから余計にさバブっぽいく見えちゃうかもしれないけど、ボブミです自分でバブミとは書きません。はい、まだ見れるんじゃない、もう見れないっけ、ボブミは。ボブミってなんか人の名前みたいだね。見れますよ、ボブミですよ、よく見てください、しっかり目に焼き付けて、ボブミですバブミじゃないです、ボブミです。みんなが勝手にバブバブ言うからもうバになってるね、目がね、一本線が見えてないのかなボですよ、しっかりボって打ちましたそれをみんながバブバブ言うから、勝手にバブだと思い込まれてるけど、あのバブのバの字も言ってないから確かにバブいわって思ってましたバブって思ってあの載せてないですからねよろしくお願いしますねみんなみんなさバだと思ってんの、なんでみんなみんなそんなにそんなにじゃないねえ花で書けばよかったかな。そう、モーメントの方にもあのモーメントの写真がっていうよりかは、今日のなんかバブミの写真可愛かったみたいな、ボブミねってなった一人でだからあバに見えてるんだってなって、一人で心の中で突っ込んでましたまあ似てるもんね、一本あるかないかの違いだからね多数ですね、あのバだと思ってる人が多数ですね、気をつけます、バとボには私もバとボには気をつけますね。ちなみに自分でバブミとはあんまり言わないと思うので、はい、え、バブミってなったらあのよく見てください今再確認してきた、閲覧数が増えちゃうねみんな見てきたの、あともうちょっとだけで乗るかな、あ今日は久しぶりにあのご飯を載せましたインスタに、インスタのストーリーで載せたよんって感じ、
美味しかったです。とっても美味しかったです。ハニーマスタードチキン、ジンジャーハニーマスタードだったかな。ハニーマスタード好きだから。美味しかったですね。もう一個はカツ系だったんだけど、揚げ物系だったんだけど、もう一個っていうか多分昼のやつかな、あれは。ちょっと揚げ物の気分じゃなくて、でもそのハニーマスタードについてたクリームコロッケみたいなのがすごく美味しかったですね。はい、30分までです。あと15分ぐらいで終わります。インスタも上げてないのでね、まだ寝ちゃったから寝ちゃったからね。そう、揚げ物はでもなんかそのメインが揚げ物って感じだったから、お昼はマイセンだったかな、そうだったんだけど、そう、おんしてさん、ビギナーありがとうございます。そう、私は揚げ物の気分ではあんまりなかったので、美味しそうってなりました。美味しそうと思って撮っちゃった。いつもさ、なんかインスタ上げる前に食べちゃうんだよね。食べて、あー撮ってないわってなっちゃう。今は何の気分？なんかデザート食べたい気分です。プリン食べたくなっていいね。前に食べた後乗せたのあった、あったっけ、忘れちゃった。この前はなんかの時に美味しすぎてご飯完食した後に写真撮った、でこのルームで見せた、こうやって美味しかったですっつって。そう、空の容器をみんなに見せた。さすがに SNS 載せれないなと思って美味しすぎて。ヘアオイル使ってないです。使ってないよ、本当にね。何もしてない、何のしてないの最上級だと思う。何もしてないって言いながらなんかしてるじゃないですか、みんな。ヘアオイルとか、うん、本当に何もしてない人ここにいる。まあその乾かすのをね頑張ってるよーとかいう感じ。あ、早く髪の毛染めたいんです。早くこの毛先と同じ色にしたい、全部。普通に、まあ、お風呂の前に入る前に髪の毛を溶かす、まず。それはなんか普通のことなのか普通じゃないかわかんないけど、まあ、頑張ることじゃないじゃないですか。まあ普通に髪の毛を溶かす、で、まあ、シャンプーする、流す、トリートメントこう溶かしながら、こうやって溶かしながら、もう最初前髪トリートメント、こう中間らへんトリートメント、毛先トリートメント、足りなかったらもうワンプッシュトリートメントしようねみたいな、で溶かしながら、もう絡まりなくなったってなったら流す、でお風呂上がって、まあ、タオルドライして、まあ乾かす、パーって乾かして、こう毛先、こういう感じね。あの下からやるとあのピヨーンってなっちゃうから、こう上からね丁寧にピューって乾かして、まあ気が向いたところで終わる。で最近はもうなんか乾かし長すぎて乾かすのめんどくさくなっちゃうから、まあちゃんと乾かしたい日はちゃんと乾かして冷風当てます。以上となります。
シャンプーは私はメリットが好きですけど、今はウルリスというものを使ってます。ウルリスはいただいたので使ってみてますが、いい匂いです。いい匂い。ウルリスの水色いただいて使ってます。まだあとイチゴのやつがあるので、はい。まあ、でも大体トリートメントが先になくなるんですね。そりゃ何プッシュもしてるから。なのでトリートメントがなくなったら、メリットのトリートメントを一旦使って、ウルリスのシャンプーがなくなるまで使って、ウルリスのシャンプーがなくなったらまた次のそのイチゴの匂いの方のウルリスを使い始めますって感じですね。はい。そんな感じで圧倒的になくなるのが早いんです、あのトリートメントは。うるりすうるりすって感じですね。みんなうるりすだね。いいね。でなんかその対面の前とかだと髪の毛にスプレー、ヘアスプレーなんていうのして、なんか溶かす、うん、乾かすんだけど、基本はしないです。なんか気合い入れる時だけ対面とかツーショットとかにヘアスプレーしてから乾かします。はい。まあ基本ライブとかの前はそのヘアさんにやっていただけるので、まあいい感じになるんですけど、対面とかツーショットとかって自分でヘアアレンジをしなきゃいけないから、ちょっとね、ちょっとでも綺麗に保とうっていう気持ちでヘアスプレーをしてから乾かしますね。はい。そんな感じです。そんな感じの髪の毛だから、特になんか特別何かしてるかって言われたら、なんかこのいいオイルを使っていいスプレーをしてとかそういう感じではないね。皆さんに綺麗だねって言われない。あー、髪の毛もともとストレートだから、ストレートヘアでって言った時にあの時短って言われる。時短だ、ありがたい。あまりそのストレートかけないでもストレートだから。はい、一瞬で終わります、ストレートおろしだと。基本ストレートだから。今日もさ、お団子とかしてたけども、全然アイロン、今日アイロン前髪にしかかけてない。1個はさ、こう後ろで結んでたし、もう1個はここお団子してたから、でもお団子もなんか全然ストレートじゃないですか。ちょっとうねっちゃったくらいで、はい。前髪しかアイロンかけてないです、今日は。まあね、そのダメージ与えなくていい時は与えないように。アイロンとかかけるだけで傷んでっちゃうからね。何もしなくていいときはしないでいきます。ゆうとさん、ラーラーラー、虹がありがとうございます。まつげもそう、まつげも今日はお話し会の会場でマスカラをしました。このルームではしてません。お肌もね、すぐ先に落としたりとかして、オイルの入るのめんどくさいな、もうちょっとだったらにしようっていう時はお肌だけとりあえず落としたりとかしてあげたりとかね。ちょっとね、いたわってあげて。
はい、有明前にマツパ行きたいです。ちょっと今もボサボサです。ボサボサ、今日からこんじゃないです。イベントの後は基本元気です。マツパは1ヶ月ぐらい持ちます。前回が武蔵野の前に行ったかな。兵庫の前に行って武蔵野の前に行ってって感じかな。次有明の前に行きます。1ヶ月ぐらいって感じです。松葉はなんて言って、前回と一緒で、なんて言うんだっけ、パリジェンヌ、パリジェンヌです。いつものでってはい、パリジェンヌです。パリジェンヌ以外もあると思う、あるんですけど、多分こうゆっくりカールしていくか、グッて上げるか、そうなんだけど、そうよくパリジェンヌしかやったことないです。他もあると思います、パリジェンヌ以外も。緩やかな人と、はい、生え際からクッと、うん、そんな感じです。ギャンギャンにしていただいてます毎回右の方がいつも落ちるの早くて困ってますね。あ、そろそろお時間、あ、まだ大丈夫、あと1分。パリジェンヌっていう、こう上げ方なんだよね。なんでとかよくわかりませんので聞かないでください私に。ちょっとボサボサだよね。ちょっとボサってる。まあだいたいな、1ヶ月だから愛知がちょっと落ちてきてるかなってぐらいだったけど、まあまあまあなんとか持ちこたえてましたよって感じ。でもそろそろ終わりたいと思います。インスタを上げたいと思います。 X は上げたのでもう見てください。動画を上げました、2秒の2秒の動画を上げたので見てください。ということでランキングを読みたいと思います。ランキングタイム。13位、ひろしさん。12位、とっしんさん。11位、福野しそさん。10位、アンドロメダ焼きさん。9位、しわさん。8位、たーくん。7位、バナナさん。6位、おっちゃん。5位、りゅうせいさん。4位、メリダさん。3位、ゆうとさん。2位、ひでちゃん。1位、ともだまさんです。ありがとうございます。ともだまさん、ありがとう。さくら、ありがとう。さくら、ありがとうございます。ありがとう。さくらです。2列目、ヘイブンさん。よしよしさん。さなさん。 URP さん。ときわさん。 P21 さん。ゆいちさん。人生じいちゃん。たかひろんりーさん。リースさん。トラッシュさん。しょうさん。あおちゃん。おさかなさん。よっさん。パイナップルさん。のぶさん。ハラディさん。りゅうさん。てんさん。しょうりさん。ちぴたんくさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、コメントありがとうございます。そして2日間お話し会ありがとうございました。まだ行ったことないよとか、ちょっと行くの悩んでるなっていう方、ぜひまた水曜日に受付始まると思うので、またね、 X の方でも載せるので、よかったらそこから応募していただけたらなと思います。よろしくお願いします。迷ったら応募、推しは推せる時に推せということで、はい、ぜひ会いに来てお話ししてもらえたらなと、お話できたらいいなと思います。ということで終わります。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。明日から新生活、新天地の皆さん、頑張ってください。バイバーイ。